では今回はこちらのカメラスタビライザー DJI の RS2 にこちらですね、ソニーの α7S というカメラを使って実際にバランス調整の手順をお伝えしたいと思います。まず、RS2 の準備とカメラの方の準備としまして、スタビライザーの方なんですけれども、はじめおそらく畳まれていると思いますので、こういった形になるように広げてあげてください。でこの時気をつけたいのが、横から見た時にこのローニンという向きが正しくなるようにしてください。時々、反対側になってしまっている方いらっしゃるので、具体的にはかな、こうなってしまっている方がいらっしゃる、こうローニンが逆さまになってしまっていることがありますので、これだと正しく使うことができません。必ずこのローニンの文字が正しい向きで見えるようにしておいてください。でバランス調整を、する前に、こういった形にして、あとは、レイブンアイ使う方は先につけてしまった方が楽にできるかと思いますので、こちらにレイブンアイの本体も取り付けてしまうといいと思います。RS2 自体の広げる作業が終わったら、3箇所のロックをかけておく方が安心してバランス調整をすることができます。1つ目のロックが最もバッテリーに近いところにあります。ここですね、ここのロック引っ張るとカチッと音がして動くようになったり、止めることができるようになったりします。2つ目は2つ目はこちらの軸の裏側ですね、この部分にロックがついてますので、ここもロックをかけてあげてください。今ちょっと見やすくするためにここを一旦外してます。でこちらのカメラに最も近くなる部分ですね、ここもロックがありますので、ここも一回ロックをかけてあげてください。まず下準備の RS2 側がこちらです。で2つ目の準備としては、カメラ側の準備ですね。カメラを取り付けるために、ここにあったプレートをカメラの下側にある4分の1インチネジの三脚を入れるための穴がほとんどのカメラにはついていると思うのですが、こちらに、RS2 ないしは RSC2 に付属しているこのカメラ取り付け用のプレートを取り付けてください。でここは手でも取り付けできるんですけれども、事故防止のために最後はしっかりトルクのかけられるドライバーなどを使って締め付けることが、おすすめです。あとはカメラ自体に、例えば、マイクをつけたいですとか、3D フォーカス、こういったものをここにつけたいよというような方は、もう先にこの時点で取り付けをしてしまってください。バランス調整が終わってから取り付けるとまたバランスが変わってしまいますので、ダメというわけではないんですけれども、二度手間になってちょっと大変かもしれないです。というわけで、こちらの本体、スタビライザー側の準備とカメラの方のアクセサリーやプレートの取り付け、ここまでが下準備になります。赤道。